まあ、今回の衣装、ヒントをくださいっていうコメントがあったんですけど、あの、どうだろうな。結構まあ、サムネが、ね、まあ、ヒントだったような気もするんですけどね。でもなんか、ちょっと面白かった。うん。あ、すいません。まもなく準備が、いけるかな？皆様、どうですか？これめちゃくちゃいいでしょう。ねえ、あ、ちょっと待って、なんか勘違いしてるか。ひょっとして、あー、そうかも。あ、というか今あれだ。あ、ちょっとごめんなさい。これ、そっか、あの、私映ってないな、これ。あ、そうか、すいません。あの、これ、まあ、アーマーじゃないんです。アーマーといえばアーマーです。鏡はこっちです。皆様、お待たせしました。見えておりますでしょうか。あ、ちょっとマイク消灯しますね、ごめんなさい。これで使用したかな。よかった、よかった。ということで、衣装じゃない、厳密に言えば。いや、衣装か、ね、でもそのロボです。はい、いわゆるそのロボです。ちょっともうちょっと調整するか、マイク。このぐらいですかね。あ、これで、あの、普段その皆様のこう馴染みがあるところになったかな。ちょっとカメラ寄せるか、もうちょっと、ごめんなさい。いやー、というわけでですね、はい、ちょっと見てくださいよ、私がこんなに小さく映ってる。今ちょっと、自動運転に切り替えてるんで、ある程度は追従しながら動くようになってるんですけど、これも随分時間がかかってまして、はい、ちょっとやっとお披露目できたなっていう感じなんですよね。え、マジで嬉しい。あ、足元怖い、すごい足元怖い、これ。あ、社長そこか。あ、確かにスマホで見てるとちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、鏡ここです。すいません、鏡ここ。ということでですね、タイプ BS、 何の略かというとですね、シンプルに、今までで一番でかいので、ビゲストサイズです。バトルスーツとかじゃなくて、シンプルにサイズがでかいので、ビゲストサイズです。大変お待たせいたしました。私が乗るとこうなる。大鏡起動。そしてこれだけだと思ったら大間違いですよ、皆さん。
大鏡の実力はこんなものではない。ただこれは私もすごく体力を使う。多分駆動できて4秒か5秒、刮目してください。はあ、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 そう、私の体力と引き換えにこの機体は真の力を発揮する。はあ、ずっとはできん。はあ、ということもあるわけです。もっかい気軽に言ってくれるな。気軽に言うな、気軽。ああ難しいんだぞ、これ難しいんだぞ。すごくインパクトの瞬間しかできないんだぞこれ。だからもう少し今これを楽しみに待ってくださっている皆様がいるんだ。うわはあ、今マジでぽかったな。こいつはなんだかかなりそれっぽかったな。キャッキャキャッキャッキャじゃないキャッキャじゃないんだ。私の渾身のハッチフルオープンを何だと思っているんだ皆様は。そう、非常に大きな代償を伴う。なぜ新衣装を広めて私は自らの命を削るような機体を作ってしまったんだー。